韓国人になりたいみたいなこう真似したいっていうスタイル。日焼け止めをちゃんと塗る。日焼け止め毎日、男性の方も毎日塗る。韓国っぽくなるヘアスタイルのなんかコツとかあるんですか？暗くて緩い巻きのシルエットみたいな感じですね。じゃあボリューム悩んでる方はつまりちょっと衛生的にダメっていうことですか？シャンプー2回した方がいいです。理解していいですか？最近韓国のトレンドはかなりミニマリストのようにミニマルになってます。じゃあ次はソビーさんの出番ですけど大丈夫ですか？大丈夫です。じゃあ、この前に座ってる方は少なくとも韓国に興味があって韓国人になりたいみたいなこう真似したいっていうスタイル、ちょっと若い世代にすごいいいかもしれないけど、いますよね結構そういう韓国ファッション好きな人とか。そうですね、最近韓国ヘアになりたい、なりたくていらっしゃってる、お客さんが増えましたね。でもそこで日本人っていうのはバレるんですか？やっぱり私は分かります。何で分かりますか？それをすごい聞きたい方多いと思うんです。肌のトーン。肌のトーンが違う。な、白い黒いとかですか？ちょっと暗いですね、日本人の方。あー、じゃあどうすればいいですか？日焼け止めをちゃんと塗る。日焼け止め毎日、男性の方も毎日塗る。あ、確かにみんな使ってるようには言ってるけど、実際日焼け止め使ってる方少ないイメージはあるよね。私は欠かさず毎日塗ってるんですよ。外出ない日も使ってるんで、日焼け止めはね。日焼け止めは毎日。確かにね、紫外線は老化の原因です。そうですよね、なのですごい基本的な情報なんですけど、皆さんなんか肌とか結構悩まれてる方多いんじゃないですか？本当に、誰もが言ってるけど2つですよ。紫外線を遮断する、保湿する、この2つだけど、みんな欲しがるのは光栄用アンプルだよね。ここがすごい違う気がするね。そうですね、このアンプルはその次の問題かなと私は思います。じゃあ、あとはヘアスタイルの話をちょっとしてほしいんですけど、どういうヘアスタイルがいいんですかね？じゃあ韓国っぽくなるヘアスタイルのなんかコツとかあるんですか？やっぱりイメージ的にはどっちかというと韓国スタイルは綺麗、日本のスタイルは可愛い。あ、可愛い系ね、可愛い系が多いんですけど、韓国はやっぱりヨシンモリとか、韓国レイヤースタイル見るとシルエットは結構エレガントみたいな綺麗なイメージですね。そうですね。あと髪色はそんなに明るくないですよ。韓国人ってあんまり染めないかもしれないですね。染めるとパーマができないんですよね。ああ、染めてパーマまでできないですか？明るくするとパーマがかからない場合もあるので。でもそういうお客さんいないですか？私は明るくしてパーマかけてくださいっていう人いないですか？いるけど断ります。あ、やっぱりできない。いや、できなくはないけど、かかるかどうかはやってみないとわからないんで。あ、でもなんか染めたら宿毛矯正とかしたくなりますよね。なんかこうチリチリするからね。そうですね、両方できないですか？できなくはないけど頑張ればできます。あ、でもそんな簡単じゃないと。簡単じゃないです。つまりちょっと韓国スタイルにするならば黒髪でなんとかするっていうのがいいってことですよね。そうですね、暗くて緩い巻きのシルエットみたいな感じですね。あと私のチャンネルにもたくさんコメントがあったんですが、ボリュームが出ない、韓国人みたいに出ないけどどうすればいいですか？これ家で簡単にできるなんか洗い方とかなんかあるんですか？しっかり洗うことが大事。じゃあみんなしっかり洗ってないんですか？汚い？洗ってるけど洗えてない。洗ってるけど洗えてない。皆さんいつも通る道しか通らないから洗えるところと洗ってないところがありますよね。あ、つまり自分の指でこうやって書いてるけどいろんな方向からはこう洗ってないってことかな。そうですね、いつも通らない道を研究してちゃんとシャンプーした方が綺麗に洗える。確かになんか美容室行くといろんな方向から書いてくんない？すごく気持ちいいもんだから頭皮から油が出てくるので毛先はいつも乾燥してます。傷んでるし。逆にしたいんですよ。根元はサラサラにして毛先はしっとりさせたい。だから根元 をしっかり洗うだけでもボリュームは出るんですね。じゃあボリューム悩んでる方はつまりちょっと衛生的にダメっていうことですか？シャンプー2回した方がいいです。理解していいですか？2回した方がいい。お、知らんかった。理解していいんだよね。これ新しい。しっかり洗うんだったら1回でもいいと思うんですけど。ここでちゃんと洗えてない人後で言ってくださいね。あ、冗談ですよ。1回洗うってことは、同じこと2回そのまま繰り返しする。そうですね。あと髪洗っても臭い人いるじゃないですか。それどうやってやってばかりですか？自分の髪の匂いどうやって分かる？臭い人いません？なんかつむじの。あ、臭い人はいっぱいいるよ、電車乗ったら。それ原因が酸化した油の匂いなんですね。酸化した油の匂い、
で洗っても臭いってことはその酸化した油が取れてないってことですよ。おその場合は油は油で取らないといけないで水溶性の油だからクレンジングオイルとかで一回マッサージして流してシャンプーした方が綺麗に洗える。あじゃ あ, あの髪のやつじゃなくて普通の顔のクレンジングオイルでも大丈夫、頭皮に使って大丈夫ですか。大丈夫です。そうすると酸化した油が落ちると取れる。なるほどね、やってみよう。あじゃあと次あ最後あのコスメの話を少し、まあ、多分すごい興味持ってる方多いと思いますけど、結局皆さんの悩み一緒なんですよ。どうすれば肌綺麗になりますか。あと結構欲張ってる人いますよね。どうすればシワが消えますか。シミが消える。あの消えません。完璧には消えない。でもはっきり言えるのは小じわは消えます。でもそれを消えるために準備をしないといけないんですよ。私本当に3年ぐらいずっとコスメの仕事してて販売したりしてていろんな方々の肌触ってみたり使わせてみたりとかやってたけど、結局この2つがすごい大事なんですよ。紫外線防止と保湿。私最大12種類使ってる日本の方見たことあります。あの肌が吸わないです。自分の肌が吸わないですごいべちょべちょだけしてる、何使ってもすごいベタベタするっていう人はセラムなしでいいと思います。まだ栄養を入れる準備ができてないです。その人は違うのから変えた方がいいです。なので最近韓国のトレンドはかなりミニマリストのようにミニマルになってます。例えばセラムがクレンジングオイルの段階で入ってると か, だから洗ってるのにもうセラム入ってる、うん、汚れだけ落ちてもう入ってるからその次何もしなくても普通に大丈夫で、乾燥してる人はトーナーだけちょっと使うとかで、最後一番重要なのが保湿ですね。なのでよく私皆さんに聞くんですよ。トーナー、アンプル、クリーム1個だけ使うなら何使いますかっていうと、ほとんどの日本の方ってトーナーです、アンプルですって言うんですよ。理由はっていうと、保湿のためにトナ使います、栄養のためにアンプル使います、じゃあクリームはなんで使わないですかっていうとベタベタします。私ならクリーム使います。ここが違いかなと思う。クリームとサンブロック使うと結構重たいんですけど、それがいいです。本当やってみて、 家にあるものでやってみて。なので最近のトレンドは難しいから、まあ、洗う時から栄養入れます、セラム使います、もうセラムが入ってるもん。クリームでしっかり入った保湿をする、保湿のバリアですよね、飛ばないようにする、これがすごい大事だなと思ってます。はい、というところでも1時間経ったんですが、私あそこに見える辛ラーメン売ってるノンシムあるでしょ、それと右側にペンスっていうところがあるんですよ。あのペンス知らない方結構多いけど、とても有名なキャラクターです。その間に私のジンチャンネルのブースがあって、いろんな相談ができるかと思います。私皆さんの相談終わってから帰るので、今日のスタイリストのソビさん、そしてあのコスメの話とかができる、たくさんのスタッフさん、そしてあのジエちゃんと私の韓国人夫婦ではあるんですけど、いろいろお話ができると幸いだなと思いますので、今ちょっと雨降り始めたけど、またね時間ある方は、ぜひ、お越しいただいて一緒に写真撮ったりお話できたらいいなと思います。最後になんか一言ずつお願いします。後でインスタを教えますのでぜひお願いします。はい、あのソビさんね、あの表参道にお店あるんですよ。駅からも近いし、私も行ったことあるけど、とても、いいところでした。なので皆さんも後でねぜひインスタフォローしてください。 XJAPAN も一言お願いします。はい、はい、本日長い時間を聞いていただき誠にありがとうございます。チャンネル登録バターの方もいらっしゃるかと思うんですけど、登録していただくと、まあ、いろんな動画の通知がいくと思うので、これからも頑張りますのでぜひよろしくお願いします。この後ブースでお会いしましょう。あの2日間のイベント、昨日のフィナーレは元東方神起のユチョンさんで、今日は私が、フィナーレを装飾するということで、とても光栄に思っております。もう本当にたくさんの方々が、私もう3分の1もいなかったらどうしようと思ったけど、たくさんの方々本当にねちゃんと聞いてくださって、あと応援のために遠いところからも来てくださって本当に嬉しく思います。後で本当にご挨拶させてください。じゃあ今日はここまでにしたいと思います。我々本当にこれからも日本と韓国の友好のために自分ができること、自分の位置で頑張りたいと思いますので、これからもよろしくお願いします。ありがとうございました。ありがとうございました。ありがとうございます。落ちるところだったよ。忘れてた。さんだ。ありがとうございました。ジンさん、ソビさん、ジェイちゃんさんにまた盛大な拍手をお願いします。ありがとうございました。さんだ。ありがとうございました。